主人公だと思います。誰かに飲まれてしまう。怖い怖い。今夜もよろしくお願いします。お願いします。あ、ちょっと待ってくださいね。はいはい。カード読み込みエラーでした。読まない。はい。じゃあ行きます。はい、お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーと、ミキサーのキャンです。この番組は FM グノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで。今日ですね、収録上では、6月の10日なんですけど、はい、今日の、午前中から午後にかけてちょっとお母さんとお出かけしに行ったんですよ。おー、いいですね。施設にいるお母さんと。ご飯を一緒に食べに行ったんですけど、はい、パヤオに久しぶりに行ったんですね。はいはい。で、親戚の、おばさんたちも一緒に行ってて、で、なんだろう。おばさんとうちの旦那のリクカイクはバター焼き、うん、で、私はマグロ丼。わー、美味しそう。で、お母さんは天ぷら定食。を頼んだんですけど、はい、なんとうちのお母さん全部完食しまして。おお。あんなよく食べるかねと思うぐらい本当に。嬉しかったんですか？嬉しかったんでしょうね。まあ、見てて嬉しかったです、こっちも。では、番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ.satch.@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X では、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。プリンセスプリンセスでパパです。どうぞ。マジ、あの大盛りの天ぷら定食を全部食べてるのびっくりしましたね。びっくりしますよね。
まさかの。まさかの一杯に。よいしょ。すいません、あくび。いやいや、大丈夫ですよ。初めての方から DM が来たので。12、3時間立ちっぱなしだったので。え？立ちっぱなしで走り回って。あ、いや。あ、いや。やりがい、やりがいしかないですね、もう。あ、めっちゃ楽しかったですよ、まあね、でも。いいね。最高でした。みんなにかっこいいって言われて。今日はキャンさんかっこよかった。今日は、今日はなんだ。今日は、わーなんだ。今日はかっこよかったって。他の人に突っ込まれてました。え、普段はかっこよくないですか？わーって。わーって。おお。今月から聞き始めた方がいるんですね。お、嬉しいですね。嬉しいですね。後で DM は紹介しますが。そうですね。新しく聞いてくれる方もいたら、イケボをちゃんと意識しないで。イケボ。なんかあれですよね、この番組の時は僕映らないんで、うん、あー、そっかそっか、ラジオって感じですよね。そうですよね、映ってるのは私だけ。私とかゲストさんとか、はい、一体どんな感じの人なんだろうって想像させてよって。見たら超絶チャレーじゃねえか。昨日なんか写真とか撮り忘れてたな。あ、私も今日お母さんと撮り忘れたな。僕の目の前でライブあったんで、ライブしてる人たちの写真を撮りましたけどね。おお、ほうほうほう、すげえ楽しかったっす。昨日リオチさんはあの ROK のロックフェスで、ドラム叩いたみたいですよ。あれ OK で、ね、あー最高っすね。うん、ロックの日、ロックの日、昨日ロックの日なんで。行きたかったんだけどな、ロックのロックフェス、うん、なかなかタイミングが、まあ、一次会はアルコールを控えて、はいはい、なんならご飯も食べてなかったんで、あら、で二次会会場セッティングして、うんうん、一次会終わったと同時にダッシュで二次会会場走って、近場一階と屋上だったんですよ。あー、エレベーターなかなか。あはあはは。戻ってきたらもう音止まってて、大丈夫だかなって思いながら、とりあえず片付け始めた。あー、いいね。で、上でどうやってセッティングしようって考えながら。うんうんうん。もう昨日、なんか中途半端に雨降ってなかったです。いや、午後からは結構、ちょうど開場してからは やんできたので、うんうんうん、っていう感じでした。カープボイさん、ハラさんになってるけど。はい、では間もなくですね。はい。マイクあげまーす。はい。お聞きいただいたのは、プリンセスプリンセスでパパでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。
今週のテーマは、お父さんの嫌いなところ。あ、嫌いなところでしたね。そうです。はい、というのも、オンエアの6月16日は父の日ということなんですが、はい、皆さん、お父さんの好きなところを結構言うと思うんですけど、はい、今回はあえて、逆張りで、逆で、嫌いなところを皆さんに聞こうと思って、今回このテーマにしました。ガチの嫌いなところはやめてください。オブラートに包まれた方がいいかな。はい。笑って済ましきれる程度でお願いします。そうですね。あ、でも私、お父さんの嫌いなところいっぱいあるから後で言おうか。僕一個もないですからね。え、一個もないの？だって2歳の頃いなくなってるんで。あ、そっかそっか。もう嫌い云々覚える前に。そっかそっか。そうだそうだ。だから、逆に羨ましいですけどね。あー。はい、なるほど。昔はだから、お父さんとキャッチボールとかやってみたいなって憧れありましたよ、ね。だから、憧れたんで、逆に僕がやってあげたいなって思って、そうだね。未だに子供はいません。あら、まあ。キャスの方が届いてますので、紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、ワンワンワン。ワンワンワン、今からかも終わるかと思った。寝てたから。寝てたんですが。ちょっと遅めに始まりましたね。ちょっと遅めに始めたので。カープボーイさん、嫌いなところも好きなところも特にあんまり思い浮かばないな。お酒も飲まないし、タバコも吸わないから。そんな変なことはなかったからなぁ。真面目なお父さん、ね。真面目なお父さんだったんですね、パブボーイさんのお父さん。俺嫌われるかもなぁ。逆に？お酒とかタバコを。ああ。タバコはやめなきゃ。ああ、それね。俺、お酒だけはちょっとだけ飲ましていいみたいな感じで。はい、DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄ラジオ愛好家、ワッチーさんからいただきました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。今月からこの番組を聞いております。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、テーマである、父親の嫌いなところですが、酔っ払いですかね。とにかく酒癖が悪いですと来ております。まあ、どこのお父さんもあるあるでしょうね。確かに。でも、初めて聞いてくれ、今月から聞いてくれてるということで、ありがたいことでございます。DM も、DM じゃない、メールも来てますので、紹介したいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、お父さんの嫌いなところ。まさかの嫌いなところですか？そうなんです。ラジオで言える範囲でお話しします。仕事の飲み会があると必ず酔っ払って帰ってくる。うちの父親は、酔っ払っていると、対応するのが大変。テンション上げ上げで、ちょっとばっかし、うるさくて大変でした。嫌いというよりめんどくせえという内心、思ってましたと来ております。やっぱり皆さん、お父さんイコール酔っ払いって感じですね。僕、気をつけよう。お酒飲むので。確かにね、お酒飲む方は気をつけた方がいいかもね。まあでも、僕は一応、自慢じゃないですけど、はい、お酒癖悪いとは一回も言われたことないですから、ね。ああ、酒癖の悪さは、はい。悪さはないと。いいね、まだ。周りからはある程度評判はいいので。まあ油断せずですね。まあ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 、そうですね、はい。先には飲まれないようにしましょう。そうですね。私のお父さんの嫌いなところ。まあ皆さん言うんですけど、確かにうちのお父さんも酒癖は悪かったです。めちゃくちゃ。怖い怖い。で、なおかつうちのお父さん、私が21の時に亡くなったので、はい、まあ、一番思い出って言ったら、お父さん、結構、内地に出稼ぎ行ってたんですよ。おー、そうなんですね。そうそうそう。
結構あの土方とか建築関係やってたので、はい、結構内地に出稼ぎに行って、うん、物心ついた時はもうすでにゴールデンウィークと夏休みと、まあ、夏休み、まあ、お盆ですね、はい、お盆と、正月この3回しか帰ってこないんですよ沖縄に、うん、なのでもう帰ってきたらどっか行くみたいな。うーん、数少ないチャンスですもんね。そう、それをもう物心ついた頃からなので、うん、何年生、中学校2、3年生までずっとそんな感じでしたね、うんうん、なのでまあ お家にいる時は結構酒飲むんですよ。おでなおかつヘビースモーカーという。お今あるかな、タバコ。あの、その時、ハイトーンとか。ああ、懐かしいですね。めっちゃ強いタバコを、一日に、3箱。おぉ、めっちゃ吸いますね。ヘビーだったんです、めっちゃ。それを、もう、何年だ？結構ね、うん、すごかった。だから、うちのお父さん、嫌いなところはもう、本当に酒飲んだら、親戚の文句をチャイする。ダメですよ。カーボボイさん、懐かしい、ハイトーン。あれ、僕は吸い切れんかったな。きつくて、沖縄タバコ。そう。ハイトーンも吸ったし、ウルマも吸ったし、何吸ってたかな。なんか結構強めのやつ結構吸ってましたね。僕は一応、セブンスターが大好きでしたけどね。ああ、セッター。セッター。ああ。でも、セッター軽くな感じるぐらいのやつ今やってるんで。はいはいはい。久々に吸ったら、軽いなって思うんですよね。ダメ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 。ダメ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 。早いとこやめないと。嫌われちゃいますよ。子供に。子供ってあれですよね、タバコの匂いとかも嫌い。敏感ですからね。うん、嫌うっていうか。カーブボイさん、僕は丸ボロだった。丸ボロが280円だったから、タバコやめた。え？ 280円の時にやめたんだったらいいんじゃない？いや、倍ぐらいになったんじゃないですか。今、多分600円近くいってますからね。まあ、それぐらいいってますからね。高い高い。はい。あの、旦那の陸海空さんもタバコ吸うんですけど、何吸ってたっけ？メビウスでも580円今しますからね。うん。まあ、高い、高い。私も今、一応タバコ吸いますけど、あの、ケントでワンコインでまだいけるんで、まだいいんですよ。そうなんです。まあ、安い方って私は行くんですが、毎回。僕は、コスパいいですよ。なんでしょう。アンホーラっていう。アンホーラ、はい、はい。タバコの葉っぱを買ってるんですけど。袋で。はいはいはい。1400円。いい？この一袋で1400円。はい。うわ。2、3週間持ちますからね。おー。まあ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 、まあ。で考えたらコスパめっちゃいいですよね。いいですね。確かに。今日はなんか、私が遅かったせいか、メールも、キャスもなかなか来てないので、ユンタク急ぎましょうかね。そうですね。私のね、お父さん、まあ一番良かったのはあれだったかな。あの、一人っ子っていうのがあったので、私が。はい。あの、お父さんが内地から帰ってきたら、大抵お土産で、なんだろうな。この機内の売ってるなんか、ディズニーのやつとか、ああいう系統を買ってきて、はい、お土産ってやったりとか。で、沖縄、もう、あまりにも、私は小学校5、6年生とかなると、お土産はないけど、なんか好きなの買ってあげるよ、みたいな、感じで行って、あの、電子ピアノ、あの、キーボードを一度買ってもらいましたね。すごい。で、それを、あの、なんていう、コードがなくなっちゃって、今、弾けるかどうかわかんないんですけど、まあ、物自体はコードは一応大体聞くので、うんうんうん、調べれば売ってると思います。物自体はまだ大事に残してます。はい。そう。いいですね。カープボイさん、すごいな。マイルドセブン590円時代が懐かしい。そうなの？
しかもそれだけ、税金払ってるのに喫煙所が少ないっていう愛煙家に冷たい。確かにそうなんだよ。どんどん減ってますからね。どんどん減ってますね、今。特に今、電子タバコも増えてるので、はいはいはい。電子タバコオンリー OK ですよ、みたいなところもできちゃって。あ、できましたね。ってなりますよね。うんうん、うん。せめて、2つは用意してくれた。そうそうそう。じゃなかったら可燃式しかダメで、可燃式も吸えますようにしてほしい、ね。うん、両方にしてほしいですよね。はい。私は、どっちかというと、ケントで紙タバコなんで、ああ、なんか、肩身の狭いって感じです ね、最近。うん。沖縄大好きさん。車を運転して、ゆったり、タイムナウと来てます。運転してたんですね、沖縄大好きさん。私、ちなみに、まあ、旦那の嫌いなところ、ついでに言っときましょう。今、いないので。いないので。聞いてはいると思うんだけど。まあ、先の間なんで、旦那の陸海空さんも。はい。いい加減にお酒を、ちょっと控えてほしいなっていうのは、やらしましょう。ありますね。やらしましょう。沖縄大好きさんが、とほほほほって、わらわらわらってきてます。お父さんからの飛び火した爆笑と来てます、カープボーイさん。そうそうそう。お父さんから。お父さんから。あ、見てた見てた見ていた、陸海空さん。これはあれですかね。見てるよーってんですね。見られていた。沖縄大好きさんも見られてたって。なんかコメントしてくれよ、陸海空さん。見てるなら、お父さんの嫌いなところなんかあったでしょうに。なんか言ってたな、最近。旦那の陸海空さんのお父さんも。ちなみに僕はなんですけど。はいはい。ぶたれたことがないので。うん。ぶたれたことがあるはずがないので。はぁ。ガチで誰かに叩かれたら、親父にもぶたれたことないのにって本気で言えますね。あ、そうだね。っていうセリフを使ってみたいなっていうのはあるんですけど、うんうん、打たれるようなことしないので。ただ、母には鍵投げつけられて血流したこともありますけど、ね。いやー、鍵。はい。探知して投げたのがたまたま本当に当たって。あ、いや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 。パックリ行事。あらららら。妹がビビってました。そりゃビビるよ。私、お父さんとお母さん仲良しだったんですよ、めっちゃ。はい。で、毎日、あの当時は携帯電話っていうものがなかったので、毎日公衆電話かお家に電話かかってきてましたね、内地から。あ、そう。そうなんです。すごいですね。もう、チャリ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 ってのは、ブーってなったらもう切るよーって言って。いや、そういう夫婦憧れるな。で、私にも必ず変わらしてから。お父さん何してるなーとか言って。お仕事頑張ってるーとか言ってから。カーブバイさん、そういえばお父さんはゴルフが趣味ですごい上手だったからしくて、クラブもいっぱい持っていたから僕20代の子のゴルフやるときに、ただクラブそれ切られたな。ありがたや、ありがたかった嫌いなところじゃないけど、笑いってきてます。うちのお父さん、釣りが好きでしたね。趣味があるのはやっぱりいいことですね。いいことですね。で、なんせ私が6年生、5年生、6年生ぐらいの時に、金に釣りに行った時に、お父さんは、丸坊主だったのに、はい、私だけ釣れたっていう経験もありますよ。おお、嫉妬されませんでした？うん、そんなことはなかった。なかったですか？なかった。よかったなって思いました。うん。あ、いいお父さんですね。そう。私も大好き、もうお父さんからも大好き大好きされてたんで、はい、意外と。多分僕の親父生きてたら嫉妬するような父親だったと思う。うちの家系は本気になる家系なんですよ。ああ。おじいちゃんも、はいはい。最初はゆっくり、幼稚園生にですよ。囲碁をこうやって打つんだよ。教えてくれるように、だんだん語気が強くなる。違う！そこじゃない！
違う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 、そこじゃないっつって。わかんないっていうのをよくやってました。うち、あれなんだよな。おじいちゃん、おばあちゃんが、生まれる前にはもうすでに亡くなっていたので、うん、おじいちゃん、おばあちゃんの思い出っていうのが逆にないんですよ。なるほど。そう。逆に僕はだから、両親が若く結婚してるんで、はいはいはい、おじいちゃん、おばあちゃんが若かったんですからね。ああ、なるほどね。はい。おばあちゃん、未だに健在ですから。おー。87。87歳。はい。おー。いっぱい病気してるのに。お元気。すごい。一番家族で、一番長生きすると思わなかったです。本当におじいちゃんたちに比べたら一番糖尿病とかいろいろ昔から持ってたので。うんうんうん。なんなら噂によればおじいちゃん曰くですよ。はいはい。昔、脳に腫瘍ができてるみたいなのがあったらしく。あららららもう、短いんじゃないかって、うんうんうん、家族でみんなで泣いて、うん、で、また検査受けに行ったら、はい、すっきりなくなってたらしい。おー。どういうことではそろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい。来週のテーマは、好きな、なんだったっけっていう、一回エコーを下げてもらっていいですか。なんだっけって。あ、思い出した。思い出しました。はい。行きましょうか。はい。来週のテーマは、好きなカップ麺、袋麺です。というのも、昨日食べたんですけど、ラーメンを。はいはいはい、ちょっと味が微妙みたいな感じだったので、そう。今のやつ美味しいですけどね。美味しいのが多いんですけどね。はい、皆さんにちょっと好きなカップ麺と、袋麺の好きなものを聞こうと来週は思いますよ。よろしくお願いします。いろいろあるのでね。暑いな、しかし。カープボーイさん、うちはおじいちゃんもおばあちゃんも4人中3人は68歳まで、来ていたかもし、来ていたし、90歳までタバコ吸っていた人もいた。わお！そうですよね。すごいな。昔の人本当に長生きですよね。本当に長生き。うちのお母さんも昭和17年生まれなので。98歳。すごいね。98歳までタバコを吸っていたってことかな。うん。すげえ。では、お時間になりました。はい。ではまた来週お会いしましょう。おいたさっちーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。すごいな、98までタバコ吸うの。でも、今のおじいちゃん、おばあちゃんとかって普通にタバコ吸いそうですけどね。そうですね。タバコの原因なのか、本当になんのか分かんないですよ。本当ですよ。この間、おじさんが亡くなった時に、たまたまお兄ちゃんと、旦那のお兄、陸海子さんのお兄ちゃんと、私と旦那とで、3人で帰った時があって、はい、で、電子タバコのどうたら聞いたら、害も10年後ぐらいには出てくるだろうっていう話。そうです、そうです。電子タバコは意外と言われてますね。普通の紙タバコより悪いんじゃないかとか。うんうんうん。だから、わかんないですね。うん、わかんない。確かにわかんない。確かにわかんない。私も一時期アイコス吸ってたんですけど。僕もちょっとプルムテックとかやってたんですけど。うん。合わなくて。なんかあれ時間かかるし。そう、あとなんか、いまいちっていうか、余計むせちゃうんで、あれ。あ、でもあれでしたよ。一緒に、まだ紙タバコ吸うより電子タバコ吸いなさいって言われました、私。はいって思ったけど。では、ちょっと時間がありませんので、この辺で失礼したいと思います。また来週。また来てください。